皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の35日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。35条は行政指導に関しての、まあ、手続きルールが載っているっていうことなんですけど、これですね、平成26年に行政不服審査法を抜本的に改正されてますよね。 行政不服審査法が改正されたタイミングで、行政手続き法も合わせてですね、いくつか改正されてます。で、その中の一つが35条の2項の追加あがあるんですね。35条の2項のところって追加されてるんですよ。ですから、まあそこに関して、まあちょっと注意して、留意してですね、見ていく必要があるかなというふうに思っております。じゃあ見ていくことにしましょう。うん例えばですけれども、 そうですね。皆さんが道を歩いてますよね。で、もう本当に街中を歩いていたら、そしたら、後ろから警察官の方がコツコツと近づいてきて、で、皆さんの肩をですね、ポンポンと叩くわけなんですよ。で、何ですかなんていうことで後ろを見たら、その警察官の方が、にんまり笑いながらですね、えー、私が何を言いたいかわかるよねとかってね、言ってくるわけですね。で、その時に、 いや、何を言いたいか分かりませんねって言い返したら、またその警察官の方が、いやー、分かるよねーかてってね、言うわけですよ。もし、いや、こんなことないですよ。こんなことないですけれども、もしこんなことがあった場合なんですが、我々はどう思うかっていうと、気味が悪いですよね。えー、いや、何ですか、ということになりますよね。<laughs> 何の話してるかっていうとですね、 例えば、警察官の方が、その行政指導をするって言った場合に、えー、まあ自転車のライトをつけてください。二人乗りやめてください。イヤホンを外してください。えー、こういうことっていうことありますよね。これって趣旨明確じゃないですか。まあ道路交通安全のため。そして内容としても、ね、えー、自転車の二人乗りやめてくださいとかですね、ライトをつけてください。えー、まあ内容も明確ですよね。 このような形で明確にアドバイスをするのはいいんだけど、何を言いたいかわか,かるよねって言われてもわかりませんから、趣旨とか内容とか責任者っていうのはきちんと明示しましょうねというのが、まずは行政指導のルールとして引かれているわけなんです。35条の第1項を見ていくことにしましょう。35条の第1項は、行政指導に携わる者はその相手方に対して、 指導の相手方に対してすればいいですからね、広く一般国民に知らせる必要はありません。えー、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨、内容、責任者を明示する必要があるんですよと。これが義務,義務なんですよというふうに書いてあります。はい、えー、それでは第2項の規定を見ていくことにしましょう。これが改正点で付け加わった部分ということになってまいります。 あの、昨日ですね、34条の規定っていうのを勉強したんですよ。34条の規定はどういう規定だったかというと、例えばですけれども、その行政指導をするときにですね、このアドバイスに従わないと営業停止処分しちゃうよとかって、なんかちょっと脅しをかけてきたりとかするわけですね。で、営業停止処分になっちゃうから、だからアドバイスに従いなよ。 こういうことを言われる。だけれども、本当に営業停止処分になっちゃうかって言ったときに、いや、法令に照らしてみて、これじゃあですね、不利益処分なんかできないでしょ。営業停止とか営業許可の取り消しなんかできないでしょと。そういうような場合に、脅しでですね、そうやってハったりをかますなんてことはしちゃいけませんよと。こんなこと34条でお話ししたんですよ。で、だけれども、 実際には、貼ったりじゃなくて、本当に、そういった不利益処分をする権限もあって、で、この行政指導に従わないと、本当に不利益処分出ちゃいますからね、こういうことを言っている行政指導かもわかりませんよね。貼ったりか貼ったりじゃないかって、こっちはよくわからないわけですよ。ですから、あの、この事業者として、えー、要するに行政指導の相手方としてはですね、貼ったりじゃなくて言ってるんだとしたら、 ちゃんと、何の根拠法令に基づいてですね、こういう行政指導をしているのか、それをちゃんと示してほしいわけです。で、違反している事実がですね、どの要件に当てはまっているのか、この法令のどの要件に当てはまっているから、だからこういう処分が下るんだ、 こういうことをですね、きちんと説明してもらえない,ないと、一般国民に分からないわけですよね。法令っていうのはなかなか一般国民にですね、分かりやすく書いてくれてないし、皆さんだってその要件とか効果とかっていうのを勉強したりとかすると思うんですね。民法なんかで特に勉強すると思うんですけれども、条文上から要件を抽出するって意外と難しいじゃないですか。もちろんなんかその試験対策用のテキストとか見ると要件は何個ですよとかって書いてあるから分かりやすいんですけれども、なかなか分かり づらいですよねで実際に具体的事実に、えー、当てはめてその考えていくって意外と難しいんですよだからその辺をちゃんと示しましょうねっていうのが第2項の規定ということになってまいります。 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可をする権限とか、許認可等に基づく、処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し、次に掲げる事項を示さないといけませんよ。まず一つは、根拠法令の条項です。根拠法令の条項。そして、二、えー、つ目。前後の条項に規定する要件です。えー、先ほど言ったように、条項を示すだけだと、何の要件があるかって一般国民に分かりづらいですから、 これとこれと、この要件があるんですよ。そして、えー、3番目、えー。当該権限の行使が前後の要件に適合する理由ということで、具体的にこの事実がこの要件に該当するから、だからこういう処分が出るんだ。こういう説明をちゃんとしてくださいねあ。こういうふうに書いてあるわけです。34条とセットで見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。 これもですね、本当はいろいろ喋りたいことはあるんですけれども、あの、平成26年の行政不服審査法の改正、これするにあたっては、ま、いろんな検討会が置かれて、で、行政不服審査制度についての検討会というのが置かれてて、その検討会の中で、まあ、当初出てたですね、意見。 えー、まあ、平成20年の段階で草案できてるんですけど、その前段階で平成19年かなそ、あの、報告書がまとめられてて、検討会の報告書がまとめられてて、その中ではね、やっぱね、えー、行政救済のその不服申し立ての制度を変えるだけじゃなくて、そもそもやっぱこの行政指導で、だいぶ、あの、まあ、現場はですね、悩まされてると。 要するに違法な行政指導があったりとか、これ権限の乱用と見られるような行政指導とかがあって、その行政指導を抑止することっていうのはすごく大事だし、 救済の、事後救済の制度としてなんか構築するっていうよりかは、その前段階で手続き面のところで違法な行政指導とか権限の乱用になるような行政指導に歯止めをかけようじゃないかと。まあ、こんなことが言われていたんですよね。まあ、検討会ではですね、まあ、結構もっと積極的な条項とか入っていたんですけれども、 こういう権限の乱用に当たりそうな行政指導なんかについては、まあこういうちょっとね、ルールを敷いて、なるべく変なね、行政指導がされないようにしましょう。ということで35条の2項が入ったんだということなで,ですね。また36条の2とか36条の3のところ、明日やりますけれどもそ、その辺でも説明しましょう。はい。えー、それでは第3項に入って参りたいと思いますが、 行政指導って、あの、書面でされることもあれば、口頭でされることもあるんですね。あの、警察官がしているようなアドバイスっていうのは、ほとんど口頭で行っているイメージがあると思うんですよね。でも、口頭でだけアドバイスをされる。これは、あの、行政のですね、窓口で、申請業務とかをやってる、許認可申請とかやってると、窓口で、あれやこれやといろんなアドバイスをもらうことがあったりとかするんですが、 それがですね、なんだろうな、これはちょっとこの行政指導については、しっかりとですね、その趣旨とかも明示してほしいなとか、思った場合には、そういった場合には、あの、まあ、書面での交付を求めるというのも、一つは手段なんですね。行政は結構ね、書面に文字づらいにするのを嫌がる文化があるんですよ。いや、書面にすると責任が生じますでしょ。 で、まあ、その、所属長の、あの、名前を出したりとかですね。あるいはその担当者の名前を記載して、そして、なおかつ、記録に残さなければいけないということになってしまうので、行政職員に対してですね、もしわけわからんこと言われた場合には、いや、それはですね、きちんと書面で出してくださいよっていうのは、一つ上等手段として、我々が使うテクニックの一つでもあったりとかします。えー、第三項のところを見ていくことにしましょう。行政指導が口頭でされ された場合においてその相手方から全2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは当該行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限りはこれを交付しなければならないと行政上特別の支障がない限りということでこれはあんまり後半にとらえてしまう範囲を広く捉えてしまうと行政の好き勝手にですねえー、まあその書面で交付しないとかって言われてしまうので これはね、やっぱりね、限定的に捉えるべきだと思いますね。えー、一般的には、あの、特別の主張はないというふうに考えて、まあ、書面で示せと言ったらですね、書面で示すことになるんだということになります。ただしですね、ただし、第4項のところを見ていただいて、 今のその書面で交付しなければならないというのは、以下の場合はですね、適用しないということになってます。二つ例外があるんですね。で、この二つの例外。一つは相手方に対してその場において完了する行為を求めるもの。例えば、自転車の二人乗りをやめてくださいとか、ライトをつけてください。こういうような行政指導なんですが、その場でライトをつけたら終わりですよね。あるいは、二人乗り、これも自転車から降りたら終わりですよね。 こういうですね、もうその場で終わるような事実的なこと、これを求めるようなことに関して、いちいち警察官が書面で交付しなければならないとしたらですね、それは大変なことになってしまうわけで、こういうその場で完了するような行為を求めるような場合には、書面で交付すること、これをしなくてもいいですよ、と。まあ、口頭でして、それで終わらせてもいいですよ、と。こういうことになってまいります。そして、第4項の2号のところですね。 すでに文書とか電磁的記録っていうのはこれはメールなんかで持ってっていうことになりますけれどもメールとかで,ですね送っているような場合っていうことなんですがこの文書とかメールとかでその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるものということで一回例えばですよ一回例えばその行政指導をですね書面で交付していてでそれと同様の内容もう全く同じ内容なんかについてで えー、これを行政主導でする場合ですね。 あるいは、うん、行政指導じゃなかったとしても、何かしらその処分なんかについてですね、えーまあ、通知をしていて、で、もう書面で出しているんだけれども、それに早くですね、履行してください。履行を促すような行政指導をですね、口頭で電話で持ってかけるなんてことはあり得ますよね。その時にまで、いちいち書面で行政指導の趣旨とか内容責任者、これを示す必要があるっていうと、行政も大変ですよね。一回書面で出してるじゃん、ということになりますから、そのように一度、 通知しているような場合に関してはもう2回目に関してはあの書面で交付しなくてもいいですよこんな風になっているということになりますはい、えー、ということで35条のところね、ちょっと細かいところを覚えることっていうのはありますけれども意味が分かっていただければですね、えー、覚えやすいのかなという風うに思います今日は以上にさせていただきたいと思いますお疲れ様でした